本日お忙しい中お時間を合わせていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。テレビに出てらっしゃるということで、はい、ちょっと私も聞いてしまうんですけども、まずはお名前と、はい、ご職業をお願いできますでしょうか。はい、川根義彦です。僕はスプレーアートアーティストっていうアーティスト名で、はい、活動しています。2015年の、2月2日に、はい、出版しました、金なし金なし才能なしでも自分人生を後悔しない僕が選んでいかれたっていう本を、ベトナム出版さんから出版しました。なんか他にも電子書籍出されたりとかいろいろ。あ、はい、はい、自分でいろいろやってますね。もともと僕は、まあ、無名アーティストといいますか、そのスプレーアートっていう日本にないそのアートの文化をいかに日本に広めようというものがやっぱ夢だったので、その夢を叶えるためにや必要だったのがやっぱメディアに出演するか本を出すかっていう二極化されたんですよ、2つの選択肢で。そう思ったのが24歳の時で、まあ、その時から出版を考えていたんですけれども、その時に出会った編集者の人がいて、その出版関係の人がいて、でやっぱそのこの本の一番後ろにあるじゃないですか、このプロフィールといいますか、このプロフィールのところにその実績がないと著者としてなれないっていうことをその時に初めて知りまして、あ、確かになと。今僕だったら1985年福島県生まれ、大学卒業後 IT ベンチャー企業に入社で、その後脱サラしてスプラと出会いしか書けないなっていう現状だったんですよ、その時は。なので実績を作るか、何かその分かりやすいものですよね、新聞とか雑誌とかテレビとか、そういう何かを書けるもの、実績が欲しかった、欲しいってことを初めてその時に知ったんですよ。っていうことで、その出版の道の前にまずメディアに出ようっていう選択肢になったんですよ。でそれが24歳の時に思ったことで、やっぱその20代のうちに本を出したいっていう思いが強かった。あと執筆とか編集者とのやり取りで最低1年はかかるだろうっていう見込みがあったんですよ。なので、その約27歳ぐらいからちょっと本格的に活動し始めようと思って、原稿書き始めたりとか、あと出版関係の人たちとかに会いに行ったりとかですね、まあ、やっぱりその一生に一度本出したい人って多いと思うんですよ。でやっぱその中でも、何も分からなくても、出版業界は何も分からなくても、出版したい人で、またはその自分の夢のターボエンジン的な役割だと思ってるので、そういう自分の夢を加速させたい人、やっぱり出版の道のりって結構すごい長くて険しい道なんですけども、実際はだけど、そこをこう地道にコツコツ前進していけば、まあ、必ずそこに到達するっていう、ゴールがある、なんていうんですかね、登山みたいなもんだと思いますので、本当にそのまあ、プレゼンターとか出版関係の人だとかにいろいろ言われると思うんですけど、それでもまあ諦めずにその自分の夢を叶えよう、本を出そうっていうその気持ちが、まあ、夢のガソリンだと思ってますので、それをこう諦めないで前向きに行動してほしいなっていうのがメッセージです。まあ、やっぱりその夢を叶えるっていうのはすごい大きな夢で、そして他の人が成し遂げていない夢のことをやっぱり悲観されるんですよね、やっぱ無理だとかバカだとか、ね、そんな叶うはずないってすごい、まあ、僕もかなり言われてきましたし、まあ、だからこそ、成し遂げがいがあるといいますか、結局それって、試練だと思ってるんですよ、まあ、出る杭が打たれるって日本にはすごい根付いてる文化ですけれども、一回その出過ぎてしまえばもう叩かれなくなってくるんですよ、ある意味、まあ、叩かれても別になんともないみたいな感じに、まあ、なってくるんですけども、だけどやっぱりその叩かれれば叩かれるほどへこんでいくのが普通の人なので、でだけれどもその自分を強化しよう、その杭を強化しようっていう気持ちさえあればどんな夢でもかなと思ってるんですよ。で出版も、まあ、メディアもそういうものだと思いますし、でそれでいて、自分の特性は何なのかっていう、自分はその夢を叶えるためにどんな武器を持っているのかとか、
その道のりのマップ地図はどのぐらい書いてるのかっていうのもすごい必要ですし、それがある意味自分の人生をマーケティングするってことだと思うんですよね。自分の人生マーケティング、はい、やっぱ本当にその、まあ、僕も、まあ、27から本格的に出版の活動し始めて29歳に出せたんで、20代のうちに本を出すっていう僕の20代のでかい夢は叶えたんですね。そういうふうにやっぱ多分1年でもずれたら絶対叶えられないんですよ。だからそれだけそのリミット、その期限を決めるからこそ本気で走るわけですし、だからこそその、他の人が無理だとか批判されることでも、その期限を決めて覚悟を持つことによって、自然とマーケティングができていくし、それに応じてアクション、そのマーケティングに合った行動もできていくと思うんです。僕はそうやって、夢を叶えてきましたし、そういうふうに考えるようになったのもやっぱりその僕は何もできない超高人だったんですよね。まあ、この本にもすげえ書かれてあるんですけど、もう本当に何もできない、ちょっとあの配信といいますか、あのこうやって人前で話すこともできないし、テレビなんてもう到底考えられないんですよね。あんだけこれあの視聴者にはこれしか見えないんですけど、裏側にはもう本当に100人ぐらいの黒子がいる中でやるんで、めちゃくちゃ緊張するんですよ。それでいてスポットライトを浴びるん でそういうなんか目立つタイプじゃなかったんで僕は。だけどもそれをあの夢を叶えるためにそれが必要だったから、その道を選んだんですね。そのきっかけは何だったんですか？その大きく変えたきっかけっていうのはそちらの方に変えてあったんですか？あ、そうですね、まあそのそうですね、まあ、やっぱりその、まあ、18ぐらいまでは本当にコミュニケーション的なものが本当に期待で、人と話さなくて生きられるんだったらそっちの道選びたいっていうぐらいちょっとやばいですよね、そういう人。でそのまんまもし大学卒業 して社会に行ったら、おそらく何もできないまあ、飲んだくれ人間になったと思うんですよ。でその人生に恐怖を覚えたんですよ、僕。だから路線変更しなきゃいけないなと気づいて、はい、そういろいろ活動を始まって芸能活動するんですけども、はい、それあと道に進んだり本を書くっていうことですか、ね、そうですね、まあ、18の時はその、まあ、学生だったんで、そのアートは全くやってなかったんですけど、やっぱそこからその大学卒業して、はい、まあ、IT 系のグラフィック業に入って、でその後に、まあ、アートに出会うんですけども、やっぱそこからそのアーティストっていうその全く見えない世界といいますか、まあ、大学は法学部でしたし、法学部から IT って全く関係ないですし、 IT からアートっていうその全然関係ないそのプールにいきなり飛び込んだみたいな感じなん でいかにその中で自分が特化するかっていうものを考えなきゃいけなかったし、やっぱアーティストなんて、ね、本当に人に見えだっていうくらいですから、めちゃくちゃ難しいの分かってますけど、だからこそそれなりにその本気で戦略を考えなきゃいけないと思ったんですよ、それに応じて自分ができる行動をして、で結果を生ん でそれからですよね、認められる、本当に人から認められる結果を出さなければ過程は何の意味もないというか、そういうシビアな世界だと思いますので、アートにしろ、音楽にしろ、ダンスにしろ、そういう芸術家っていうんですか、芸術的な目に見えない創造物を生む人って本当に、数字とか、 なんかこうメディア系とか、まあ、本もそうですけども、そういう形があるもの、これがあればその結果を、自分がそのアーティスト活動した結果これですよって言えるものが生み出せないと、やっぱりその埋もれてしまうというか、そういう人がほとんどだと思うので、そういう自分のブランディングのためにも、まあ、僕は出版というものを考えていたんです。なんかまだまだいろいろ聞いていただいた感じなんですけども、はい、最後に 本のことをちょっと私ちゃんとあれだと思って、はい、何か宣伝とかございましたら宣伝そうですね、はい、まあ、僕の、まあ、実はこの本は本当にその、はい、僕は本当に
大学生の時18時19とかだったんですけど、その時にもうやっぱ人生終わったと思って生きてきたんですよね、そこぐらいまでは、うん、けれどもその廃人の道になる人生か、またはちょっと自分で革命を起こして、自己改革して自分の人生を変えていく道に行くかっていうことを考えたのが本当大学1年の終わりぐらいだったんですけど、その時の自分に渡したい本なんですよ。つまりその人生を諦めている人だとか夢を叶えたい人、本気で、周りから批判されているけれども夢を叶えたいっていう人にぜひその読んでいただきたい本になってるんですよ。それをある意味僕がこうストーリーを、まあ、ストーリー形式なんですけど、ストーリーを、読んでいただくことによって疑似体験できると。それをまあ僕はそのアートのスプレアートっていう分野で、道を作っていったんで、それを自分の、まあ、読者の方の道に当てはめていただければすごいあの分かりやすいんじゃないかなって思います。ありがとうございました。